皆さんお久しぶりです。2020年シーズンをもって、引退しました石光です。まず、こういう機会を作っていただいてありがとうございます。そして今までプレーした、ヴィッセル神戸、名古屋グランパス、京都サンガ FC、 共に戦った、仲間に本当に感謝します。ありがとうございます。そして最後に、いつも熱い声援を送っていただいたファンサポーターの皆様には本当に、感謝の気持ちでいっぱいです。本当にありがとうございました。この15年間本当に素晴らしい仲間と出会い、助け合ってここまでプレーすることができました。本当に幸せな15年間でした。ありがとうございました。こんにちは。僕たち2人に、このような機会を作っていただき本当にありがとうございます。サポーターの方たちに、きちんと自分たちの、言葉で、挨拶できていなかったので、本当に嬉しく思っています。手紙にして、来たので読ませていただきます。昨シーズン、終盤に、体の異常を感じ、12月半ばの診断で、サッカーを続けるのは厳しいと、診断され、そこから引退を意識して1月に引退発表と、突然サッカー選手としての人生が、人生に終わりを告げました。自分でも予想もできなかった結末でしたが、今回の引退までの出来事で一つ感じたことがあります。それは、当たり前のことが当たり前ではないということ。朝起きて家族の顔を見られること、健康な体でいられること、サッカー選手でいられること、家族や友人が支えてくれること、京都に素晴らしい J クラブがあること、そしてこんな素晴らしいスタジアムがあるということ、そして私たち2人がこうやって皆さんの前で引退セレモニーを行えていること、すべてが当たり前のように思えて当たり前ではありません。当たり前ではない目の前の一日一日を大切に、誠実に向き合っていくこと、そうすればおのずと次の自分のやるべきことが見えてくるのではないかと今感じています。この引退を経て人生において大事なことを最後に学んだ気がします。そしてこの場を借りてお礼を言わせてください。私を育ててくれた両親、おそらく一般の家庭より苦労が多い環境の中で私を育ててくれて、サッカー選手になりたいという夢を応援してくれ、多くのものを犠牲にし私に尽くしてくれました。今自分が親になり改めて両親の偉大さを感じています。兄をはじめ家族のサポートがなければ僕はこうやって皆さんの前で引退セレモニーを行えることはできなかったと思います。本当にありがとう。そして妻、どんな時も私の味方でいてくれてサッカーに専念させてくれました。悔しい思いをしても次の日には前向きに切り替えられたのも
妻の懸命なマネージメントのおかげです。輝かしいキャリアを築いていない私が14年間もプロとしてプレーできたのは間違いなく妻のおかげです。本当にありがとう。そしてこれからもよろしくお願いします。そして息子、私にいつも活力を与えてくれて、その笑顔に勇気づけられました。時には息子から多くのことを学び、息子と共に自分も成長したいと思わせてくれる自慢の息子です。本当にありがとう。そして今日も来てくれた、義理のお母さん、お父さん、弟、いつも僕を温かく迎えてくださり本当にありがとうございます。サッカー選手ではなくなりますが、次のステージでも自分らしく頑張ります。これからもよろしくお願いします。在籍したセレッソ大阪、松本山雅、山雅 FC、 愛媛 FC の皆さん、本当にありがとうございました。どのクラブでの経験も私を本当に成長させてくれました。また今日来てくれている山雅サポーターの皆さん、私にとって山雅に在籍した2年半は本当にスペシャルなものでした。松本では山雅のステッカーを貼って走っている車を多く見かけますよね。それだけ地域の皆さんの中で価値ある存在の証拠なんだと思っています。サンガも負けないくらい地域に密着し、価値あるクラブにできるよう、自分なりに頑張っていきたいと思います。旧カフェにもまだ行けてないのでまた遊びに行きます。そして何より京都サンガ FC とサンガサポーターの皆さん、私はこのクラブに育ててもらいました。私のここのクラブは、心のクラブは京都サンガ FC です。2007年に入団し、そして2013年に一度サンガを去りました。その時には、多くの方に嫌な思いをさせてしまいましたね。そんな中、2019年に再び京都サンガ FC に声をかけていただきました。35歳になる私を必要としてくれたクラブ、そして一度は家出をした私を本当に愛を持って迎えてくださったサポーターの皆さん、本当にありがとうございました。本当にまだです。本当にサンガは私にとって親のような存在です。サンガでデビューし、サンガで引退できたことは心の底から嬉しく思っていますし、私の誇りです。ただ私の力不足でもう一度 J1 の景色を見せてあげられなかったこと、それだけが無念です。しかし今日プレーしてくれた選手たちがきっとこの先素晴らしい景色を見せてくれるはずです。立場が変わりますが、これからサンガを取り巻く状況がもっと良くなるように、もっと価値のあるサンガになるように頑張っていきたいと思います。今日引退セレモニーを、本当にできた、今日の引退セレモニーで本当に引退できた気がします。この機会を作っていただき本当にありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。
して胴上げしよう。乾杯やけど。ありがとうございました。またね。ありがとう。